はい、英検準2級、その12です。はい、まず、やる気になる。どんな風に？YouTube 動画、映画を見よう。見て、なんかわかんない。わかったつもりが。いや、聞き取れてくると、そのコツがわかる。例えば、スターウォーズ。どことどこが戦った？反乱軍やね。反乱軍、はい。レボー。L-E じゃないよ。L-E-V-E-L。レボー。レベルやない。R-E-B-E-L。レボー。反抗するとか、反乱軍。レボー。対帝国軍やね。帝国軍。エンパイア。エンパイア・トゥープスがやったわけやね。帝国の軍隊とが戦ったわけです。はい。他に、リゾート。日本語だと、リゾート地。リゾート。R-E-S-O-R-T。We are phantom agents. Don't resort to guns. ガンは使うな。だから銃を使うな。我々はファントムエージェンツだ。はい、忍者部隊月光、そういう最初の部分で出てくるのが Don't resort to guns. Resort to、今 R をたまたま見てますが Riot、Police Academy、これが暴動軍被告されて、そして、パトカー、ポリスカーが囲まれる、そして、揺さぶりかけられる、下手したら車が、転覆される。そういう時なんとか逃げるわけですけど、Riot Police というと日本では、はい、機動隊ですね。機動隊、機動隊ってどんな、アメリカ海兵隊みたいなもの。Marines。アメリカの軍隊は、4つに分かれている。まあ、統合参謀本部があり、そして、アーミー、US Army、陸軍、US Navy、海軍、US Air Force、空軍、あと一つは、US Marines、UC、United States、マリンコー、USMC、ゴマパイル、USMC、知りません。アメリカでは今でもよく見られている、昔の映画ですけど、はい、一番死傷者が多いところ、そうですね。昔は、軍艦に乗っていた。そして、軍艦対軍艦、大砲撃ち合う。そして、相手の船に近づいて、相手の船に乗り渡り、そして、相手側と戦う。それが、海兵隊です。元は、ね。それが今は海兵隊、US Marine、だけで独自の、陸軍部隊のようなもの、それから、航空母艦、上陸用強襲上陸艦とか、そういうものを持っています。気になったら、米国、海兵隊をチェックしたら出てくる。もう一つあるわけですね。まあ、大統領のカーフィン、
カフィン、棺を担ぐのは今の4つで足りますが、もう一つ5番目は、もちろん海上保安庁、日本国海上保安庁の、モデルになったのは、Coast Guard、COAST、Coast Guard、US Coast Guard です。これをもとに、これが日本の海上保安庁のもとになったわけですね。あ、これは、ロシア連邦、ロシアンフェデレーション、その前、ソビエト社会主義共和国連邦。では、大体国境警備隊ですね、国境警備隊。まず本格的に戦う前に、砲やなくて銃を持つぐらいの国境警備隊、これに戦わせて、そして、時間稼ぎをする本格的な、戦闘に入る前という考えです。はい、わかりますか。出荷とか、荷物を送るシップメント。シップっていうのは、シップね。もともと船で荷物を送ったことから送る。荷物などを送る。シップメント。間の欠点、ショート。英検2級だと、ランショートを不足する。ランショートを不足する。ショーティッチ、ショート、AGE、ショーティッチ、不足。ショートカミング、これは欠点。相手のウィークネスとか、ドローバック、DRAW。ドローテ、ウエスタンズね、ウエスタン、こう見てみたら、そこで、抜き打ちがある。早打ち、抜く、どのぐらい早く抜けるか。現実的にはターン。いや、そんな暇はないでしょうが、はい、今でも早打ち競技、これありますね。日本ではないけれど、アメリカの本場では。はい。それがドローです。DRAW。ドローの関連語は、リボルバー。回転拳銃。誰が回転する？いや、重心が回転する。これが、他の銃とは違うわけですね。少ない単語、数少ない QU ですね。QUEST、 Don't worry、 赤過ごしているノート、ちゃんと触れています。赤過ごしているノートね。ションの前にアクセント、わかった。ションの前にアクセント、クエスチョンで、クエスト、クエスチョン、クエスト、クエスチョン、クエスト、探求ですね。探求、クエスト。で、クエスチョン。クエスチョン、名詞または動詞。疑問、質問する。クエスチョン。クエスト。アメリカの、科学アニメ。そういうものの、登場人物。ジョニー・クエスト。QUEST。こういう名詞はね、ちゃんと皆さんの名前もそうであるように、名付け親から、名前をつけたものから見ると、願いが込められているわけです。はい。こういう名詞を、軽く見るな、ということ。首相ってなんていう ?P。プライムミニスターね。プライムミニスター、ザ・フォーマー・プライムミニスター、新蔵・安倍、前、首相、安倍・新蔵、こうなるわけですね。
プライム、P-R-I-M-E、プライム、最も重要な、そう。プライムシートって言うたら、何、一等以上に、こういう級別、グレード別、クラス別、どこから作る ?JR だったら、昔日本の鉄道は戦前、大東亜戦争、太平洋戦争、第二次世界大戦、アジアでの戦争、そこでは、昔から、三等車、これがあった三等車、それから、二等車、一等車、それ以上は貴賓席っていうのがあった、うん、それが戦後、もう一等車をなくした、そしてどうした、でグリーン車を作った、グリーンカーと英語で言ってますけど、これはなかなか分かりづらい。なぜ連想しよう、ね、グリーンカーって言ったら緑色の列車、信号は青だ、うん、The traffic sign is green ですね、青いリンゴ、青いリンゴというけど、ブルーアップルなんて今のところないですね、グリーンアップル、ちゃんと翻訳ソフトはちゃんとそのぐらいはできます。はい、 Google でも、それからディープルでも、うん、プライムね、プライムシート、JR 東日本、東京から北海道新幹線、北海道、あそこは青森じゃなくて新函館まで、プライムシートがあります。うん、ところで、テニスの対戦相手、テニスコート、ね、コート庭でお裁きがあった、はい、だから、コート裁判所です、裁判官はジャッジ、審判ですね、ジャッジします、ジャッジ、審判、裁判官、スプリームコートジャッジ、SUPREME、スプリームコートジャッジ、それと最高裁判事になるわけです。敵、エニミー、or foe、FOE、敵、フレンド、フレンドリー、反対、アンフレンドリー。フレンドリー、名詞プラス ly。だから、フレンドリーね、味方の、フレンド、or foe。foe は敵、foe。投資術の投、foe、foe、こうですね。それで、はい、敵ですから、oppose する。敵対する、oppose。で、まさか、enemy とは言わずに、opponent。テニスの対戦相手は、our next opponents are、というふうになるわけです。opponent。ついでに、敵対する、hostile ですね。赤字を捨てるのと、配合。amicable、アミーコから来て、ラテン語から。amicable。反対、hostile。Hey, you are hostile to Genie. You are hostile to Genie. I dream of Genie. で、ブルージン間に、エストロノート、トニー・ネルソン。ネルソン中佐は言います。お前はジニーの敵だな。You are
はい。You are hostile to genie. You are hostile to genie. Hostile, hostility, hostility, hostility っていうと、hostility, 敵意ね。敵。そう、文脈をこう考えると、ある、クラスルームティーチャー、ね、ホームルームティーチャー、が、手紙を受け取った、電話を受け取った。それは自分の、かわいい生徒、ペットスチューデント、ペットスチューデント、ペットのような生徒、ペットスチューデントの母親からだった。その母親は彼女に言った。私はあなたに対してホスティリティを感じてしまうんです、私はあなたが私から、娘の、BETH ね、ベスを奪い去ろうとしているように感じて敵意を感じてしまうんです。はい、こういうふうに、ホスタイル、ホスティリティ、ホスティリティ、ホスティリティ。はい。オポーネント、オポーネント、オポーネント。今度、プロポーネント、プロポーネント、プロポーズ、プロポーズ、プロポーザル、プロポーザル。プロポーズしよう。プロポーズね。プロポーズ、プロポーザル、プロポジション。はい。そうすると、プロポーネント、エントは人を表す。はい、プロポーネント。だからこれは、支持者とか、提唱者。まあ、アドボケット、アドボケット、アドボケットになります。わかりますか？パスー、P-U-R-S-U-E、パスーと名付け、パスーと。in pursuit of 何とかを追求して pursue スーは SUE スーザン愛称スースースーそうはそうそうはそうスーは見た見た、これは SVOC、動詞プラス、感覚動詞、感覚動詞プラス O プラス原型または ING、スーはノコギリが、ノコギリが、ノコギリを切るのを見た。す、そう、あ、そう、そう、あ、そう。す、そう、あ、そう、そう、あ、そう。はい、パス、P-U-R、S-U-E。パス、パス、追求する、追求する。パス、パスーと。はい、こういうふうになかなか大事なわけですね。アカス語に載ってない単語としては、plead, plead, P-L-E-A-D、ね。何が、weapon, 武器、weapon, 武器、head, dead, death, bread, breakfast、dread, thread, 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 threaten、sweat, sweater, present, pleasure, major, treasure, weather, feather, leather. berry, b-u-r-y, berry, burial. 今、中に p-l-e-a-d ないでしょ。bread って言いますか？いや、ないんですね。はい。はい、だから l-e-a-d って言うと、lead, red, red, lead, 導く。しかし、LEAD は、red と発音したら、芯です。鉛筆の芯が、red, red。それで、PLEAD は、いや、plead ではなくて、plead, plead, plead。懇願する、懇願する。彼女は、pleaded, 懇願した。私を元に戻して、へ、私を元に戻して、私を結婚姿の、元の体に戻して、私は20年を浪費した。I wasted, I wasted 20 more years.
私を元に返せ。なんと理不尽だ。その言葉を聞いて彼は he perplexed P-E-R-P-L-E-X 彼は当惑した he perplexed、プレシード、はい、これは、はい、よく使うね。 P-R-E-C-E-D-E プレシード、プレシード、プロとかプレ、P-R-O-P-R-E、プロとかプレは何を示す？そうそうそう、前、before を示す。プロシード、はい、飛行機に乗るとき、passengers、heading for、そうやったかな、heading for Miami、Miami、please proceed to gate 32、gate 32。は32番ゲートまで、プロシードまで行ってください、進んでください、進む、プロシード、プロシード、 P-R-O-C-E-E-D 覚え方、プロシードトゥ、プレシード、なんとかに先行する、先行するって早く来るわけね。はい、だから夏の、春、はい、春夏秋冬、春の次に夏が来る。どう言ったらいい？春の次。After spring, after spring, 夏が来る。comes spring, comes summer.、ね、After spring, spring comes summer.、やってくる。まあ、当時の方が言いやすいですね。夏の次に、春の次に夏が来る。この、summer comes でもいいですが、comes summer, comes summer。今度、夏を中心に考えると、summer comes, summer comes, after spring, after spring。あ、そうか。こういうわけですね。で、もう一遍、スプリングを元に言うと、スプリングは、precedes, P-R-E-C-E-D-E-S。はい、precede。だから、春は、precedes, やってくる。先行する。先に行く。で、spring precedes summer。summer を中心に言うと、summer follows spring。summer follows spring となります。はい、次。早稲田大学、慶応大学レベル。何をどこを狙うかというと、これを受け身にするわけですね。そうすると、spring precedes summer, summer is preceded, summer is preceded by spring. はい、それから、summer follows spring.Spring is followed by summer. Summer follows spring. Spring is followed by summer となります。はいはい。はい、結構訳し方ですね。はい。で、こういうところを、なんて言ったらいいか。落ち着いてゆっくり身に入るようにやっていけば忘れません。はい、一歩一歩、はい、ボキャブラリーは増えていきます。猛勉強が必要です。